はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、本日ね、4月18日に登場しました、坂井宏樹選手の TS の登場ガチャの、えー、評価をやっていきたいなと思います。す、え、で、ー、にね、坂井宏樹選手の TS とスターのね、評価については、えー、前の動画で上がってますので、まあ、よかったらね、カードの評価気になる方は、ぜひね、そちらを見てほしいのと、今回はね、あくまでガチャ評価動画なので、まあ、ガチャの、 まあ確率とかスペシャル枠とか見た上でまあね、坂井宏樹選手の TS を狙うべきなのか、またもしくは狙うべき人はどういう人なのかというね、まあお話やアドバイスをはいさせていただければなと思います。はい、ということでまあ今年ね、今年度一発目の TS になりまして、まあここはね、やっぱ注目度高いのかなと思います。 まあ正直ね、あのー、別にあの裏自体のカードでもバリバリ強い坂井博樹選手の TS をわざわざじゃあ狙うべき人はどういう人なのかっていうところもね、まあちょっとやっぱ注目になるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、TS ならではのね、やっぱり良さもありますし、逆にまあ今のね、裏のカードの方が向いてるよっていう人も当然いるので、まあそこはね、やっぱいろいろ J クラのね、まあカード的な要素とかが絡んできたりとか、まあクラブリンク絡んできたりとかね、まあいろいろそういうところもあるので、ちょっとね、まあ細かいアドバイスになるとちょっとね、なかなかちょっと難しい。 難しいところがありますが、まあ、あくまでね、まあ、皆さんに、まあ、全体に刺さる評価としてね、出していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まあ、もしね、個別にね、なんかこういう状況でとか気になる人はね、ぜひね、質問いただけたら、まあ、お答えはできる範囲で、はい、させていただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。では、早速ね、えー、ガチャの方を見ていきたいと思います。ちょっと外のね、風が今日めちゃくちゃ強くて、ちょっとね、えー、音入っちゃうかもしれないんですが、すいませんが、よろしくお願いします。はい、ということで、えー、やっていきましょう。 はい。ということで、まあ、登場ガチャ、いつもだったらガチャ詳細とか見ていくんですけど、まあ、これはもうシンプルに坂井博樹選手が登場しましたよっていう内容でしかないので、まあ、ここからはね、まあ、普通にスペシャル枠をまずちょっと見ていこうかなと思います。こちらです。はい。えー、タイムスリップ11連ガチャの詳細ということで、スペシャル枠の、えまあ、確定要素といいますか、まあ、まあ、なんていうかな。まあ、見ていきましょう。とりあえず、スペシャル枠をね。 はい。ということで、まず1周目から見ていきましょう。1周目の1回目。ここはね、タイムスリップ顧問以上が確定しておりますと。で、えー、詳細はね、ガチャ確率のとこで、ちょっと、ここは抜粋はしてないですが、えー、基本的にはまあ、ま100%を元として、まあ、基本的にね、このタイムスリップとかの、えー、なんていうかな、例えば出現確率が上がってる時っていうのは、基礎のところから、まあ、そのどこに、まあ、例えばタイムスリップ顧問が確定するんだったら、その顧問に全乗りしてくるし、100%のその余ってる分はね。 まあ、だから普通だったらレギュラーとかが出るところの確率が全部コモンに乗ってくると思えばいいし、まあ、その他ね、タイムスリップ確定のところだったらタイムスリップにその確定分が全部乗ってくればいいし、というところで、まあ、後でね、ちょっとわかりやすくまた説明しようと思いますが、まあ、とりあえず1回目はね、タイムスリップコモン以上はスペシャルワーカー確定してますよ、と。ここで、まあ、坂井宏樹選手のカードはあの、コモンからになりますが、まあ、1枚は確定で手に入りますよ、というところですね。 で3回目、えー、ここでタイムスリップ以上の出現確率が20%。要は92と99の確率が20%ですね。合わせて20%あるということです。で、この上乗せした20%のねのあー、ところの部分ね、に関しては20%というか、まあ、元々の確率を引いたところは全部タイムスリップに乗ってくると思ってください。まあ、なので、スターの確率はここも変わらないですね。元とね。はい。で、4回目、えー、これはグレード85以上確定がありますと。で、6回目、えー、ここがタイムスリップ以上の出現確率が30%に次になりますと。 で9回目まで回すとえ、ここが1周の終わりですが、タイムスリップ以上が確定しますよということで、まあ、9回回せば、11連ガチャ九9回回せば、坂井宏樹選手の TS はまあ手に入るというところですね。はいで。2周目以降見ていきましょう。2周目以降こ、ね、ここでタイムスリップスターの次、えー、ピックが始まりまして、えー、1回目がタイムスリップスターの出現確率が5%。で3回目、えー、ここもタイムスリップのスターの出現確率が5%。で4回目はグレード85以上確定。 で6回目がタイムスリップスターの出現確率がここ次10%。で、9回目。まあ、これ2周目以降のね、毎回毎回の最後になりますが、最後にタイムスリップのスター出現確率が20%ということですね。はい。まあ、なので、まあ、2周目以降になってくるとタイムスリップスターの、えー、ピックも始まってきますので、ここからちょっと狙えるようにやっとなってくるかなと思いますので、まあ、スターが欲しいんだったらやっぱ2周以上はせめて覚悟しておかないと、ちょっとなかなか厳しいところかなとは思いますね。 はいまあ、ただね、1周目で弾ける可能性も当然あるとは思いますので、まあ、必ずしもね、2周目以降に行かないといけないというわけではないので、そこはご注意ください。まあ、運が良ければね、当然1周目からでも手に入るかなとは思います。はい、ということで、えー、こういった内容のスペシャル枠になってまして、あとはやっぱりガチャ確率をね、ちょっと抜粋してみていこうかなと思います。こちらです。 はい、えー、ここちょっと抜粋させていただきまして、まあ、シンプルにね、えー、普通の通常時の確率をちょっと見ていこうかなと思います。えー、まず92のやつね、タイムスリップの確率は0.59%。まあ、これはね、まあ、結構なピックアップ率だとは思います。でタイムスリップスターも0.01%ということで、まあ、普通の、えー、限定の90、まあ、トップグレードの選手よりは10倍引けますね。 はい。<laughs> まず10倍っていうね、その10倍の重みが全然違いますけどね、0.001と0.01ですからね、0.01でもなかなか引きにくいんですはありますが、まあ、確率としてはね、当然そこよりは全然高いよというところですね。で、えー、スターター、まあ、これが91%ありますね、普通だとね。はい。ニューウェブ第1弾、第2弾がそれぞれ3%ずつ、で、タイムスリップのコモンも2.4%。うーん。高いですね。はい。で、タイムスリップスターの特徴として、タイムスリップのこのガチャの特徴としては、 まあやっぱりタイムスリップの確率もそれなりに高いので、まあ複数枚手に入る可能性なんて全然あると思いますね。一周とかやるとね。一周で確定があるんですが、まあ確定前に引ける確率もそれなりにやっぱりね、ピックもあるし、まあ通常時でもね、まあまあ高いので、まあ全然あの通常の、なんていうかな、ピックアップなしとかでも全然引ける可能性はあるので、まあそれなりに獲得率はあるんじゃないかなと思いますね。はい。 で、スターはまあ0.01 00なんで、まあ、まあ全くないわけじゃないですけどね。でもなかなかまあ2周目以降のピックとかを使わないと、まあここはやっぱりちょっとね、この確率見ると、ちょっとなかなか難しいところなのかなとは思います。で、他はまあね、まあタイムスリップコモンとかもまあ麻痺すで手に入ると思うんで、まあ、フュージョンとか結構しやすいですかね。うん。まあセンス付けとかはちょっとしやすいのかもしれないので、 まあタイムスリップの良さといえばそういうところですかね。まとめて回すとまあ餌とかもついてくるので、まあ結構育成のしやすさとかセンスのつけやすさとか、まあそういうところはちょっとやっぱり、うん、他のカードよりはいいのかなっていうのが当然特徴だと思うので、まあそこを踏まえた上で、まああとこの確率を見た上でね、まあ回すかどうかはちょっと判断してみると面白いのかなと思います。はい。ということでちょっとね、ここからのお話がちょっと正直今回は長いしメインだと思うんですけれども、まあ結論としてなんですが、 TS の評価としては、まず、まあ、いい方だと思います。サイドバックとしてはね、当然。まあ、TS、TS スターの評価、それぞれは、まあ、前のね、評価動画見てもらったら、細かく評価しているので、そちらを見ていただいた方が、まあ、ピンとくるところはあると思うので、まあ、ここではちょっとね、あの、長くなりすぎるので、ちょっと省きますけれども、まあ、評価としては、まあ、いい方だと思います。まあ、ただね、最上級クラスかって言われると、まあ、TS に関して、やっぱりセンスとか、まあ、やっぱクラブリンクとか、キラの上積みがあってこそだと思うんですよね。 基礎値だけで見るとトップクラスとはなかなか言えない感じという話もね、ちょっと動画でさせていただいたんですが、まあ、ここの特にまあクラブリンクとか、まあ、キラーとか、まあ、こういうプラスの要素、まあセンスはちょっと後でついてきたりとか、まあどうにかつきに行ったらなんとかなるっていうところもあるので、まあ、センスはちょっと置いといて、とりあえずまあ取りに行く、取りに行かないとかの話のところで持ち出すんであれば、やっぱクラブリンクとキラー。 まあここが結構一致してるかどうかっていうのは結構重要かなと思います。まあ、ここが一致してくれば当然ね、まあ、そういったのの上積みがあれば全然いいクラスに見えるので、まあ、そういったのに該当する人はまあ狙ってみても面白いんじゃないかなと思います。まあ、ガチャの確率に関してもね、やっぱりまあ92とかの選手ね、ね他のまあ限定とかの選手とか、何、まあ、な,ならスターターの選手とかと比べてもまあ引きやすさはあると思うので、 まあここに関しては別に確率的にまあ振りがあるとかではないので、まあ、サイドバックね、右サイドバック特に、まあ、そうなんですけど、まあ、不足してる人は狙ってみてもいいんじゃないかなというのが正直な感想です。まあ、ただね、やっぱね、TS とスターのね、やっぱ開きが結構でかいような気がしますね、今回のカードね。 まあなので、本当はまあ狙うんだったら一応まあ2周はいけるぐらいの財力とか余裕があるんだったら個人的には背中押したいんですが1周でやめるってなるとちょっと押しにくいかな。よっぽどそのいい。 素材 <laughs> とか、クラブリンクとかがもうレイソルでやってるんですとか。まあそういう人とかだったらちょっと押しやすいですが、なかなか一周でやめるぐらいだったら、個人的にはちょっと他のガチャとか引いた方が、まあなんか、収穫面的にはまああるんじゃないかなと思います。まあ当然サイドバックもね、大事なポジションであるんですが、さっきも言った通り TS だとトップクラスとは言えないんでね。うん。 でよっぽど仕上がるとかだったら話変わってきますけど、まあそれだったら TS でもね、とりあえず欲しいなってなりますけど、1からって考えると、うん、なかなかちょっと1周で終わるんだったら背中押しにくいかなと。まあ最低回すんだったら2周は行く覚悟かな。うん。ぐらいはやっぱ欲しいとこかなと思います。まあ仮に2周やって、まあね、ピックアップがまあ最後20%ありますけど、まあ仮にそこで1 5分の1引けなかったとしても、やっぱりそれなりの TS のね、 枚数っていうのは92の枚数とかまあンの枚数とか集まると思うのでそこからまあねいろいろまあフュージョンしてね育てていったりとかまあそういった期待もね当然まあ一周より二周の方が持てるのでまあ大怪我する可能性もありますがまあ二周はやっぱりいかないと今回の TS というのはちょっと元が取りにくい、うん、ガチャとはなってるかなと思います。 選手とかカードによっては TS でもまあ十分強いよって言って、まあ一周でもとりあえず回せるんだったら回した方がいいよっていう背中を押せる選手も当然いるんですが、まあ残念ながら今回の坂井博樹選手はちょっとそこまでの評価はないかなという評価になりますので、まあそこはただね、まあ僕のあくまで評価になりますので、まあ個人個人やっぱりね、状況とかね、置かれてる、その持ってる素材とかも当然違うでしょうし、まあそういったところをね、いろいろ、えー、考えた上で最終的にまあどこまで回すのかとか、そもそも回すか回さないかとか迷ってる人は、 えー、回すべきなのかとかね。まあ、これからまた終年とかもね、近づいてきますし、まあ、そういったところに回した方がいいんじゃないかなとか、ま、いろいろ今後のこととかね、まあ、あと今日月会 MVP がね、発表されて、なんか月会 MVP で選ばれた選手、まあ、ベストゴールで選ばれた選手欲しいなとかいう人はそっちに回した方がいいなとか、なんかいろいろね、やっぱ今後考えてくることがどん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 増えていくと思うので、まあ、特にこ4月の終わりでこれなんですけど、まあ、5月とかね、まあ、6月とか入っていくと、なおさら、まあ、そういったね、終年とかも意識しないといけなくなるし、 というところを考えると、うんまいろいろその今後のこととか、まあ、今現状のこととかを考えた上でしっかりとね、えー、回すかどうか、またどこまで回すのかどうかというのはね、考えた上でぜひね、挑んでみてはいかがかなと思います。ただまあ最後にもう一回言っとくと、TS スターの価値は今回高いと思います。はい。まあ、TS と TS スターの開きが大きいと言った方がいいんですかね。だとは思うので、まあ、狙うんだったら、僕だったらまあスターまでいけるんだったら、まあ、狙ってみる価値あるのかなというところで最後、評価としては締めておきたいなと。 もいますのでよかったら参考にしてみてみくださいでは、今回の、えー、TS 坂井宏樹選手の登場ガチャに関しては以上になります、まあ。ガチャとしてはいつもとね、ピックアップとかも変わらないので、今年もまあこんな感じでずっと TS は出ていくと思うので、はい、まあ、なかなかガチャ動画としての、まあそういった、なんていうか、ガチャ動画と、ガチャの内容というよりは、そのね、TS の選手とかの評価と掛け合わせた上で、まあ当然ガチャのね、評価も変わってくると思うんで、まあそこは、 今回としては、まあ、一周ではなかなかやめにくいところかなと思いましたので、まあ今後ね、ちょっとこの評価変わっていくかもしれないので、ぜひね、今後また TS が出た時にぜひね、確認にしに来ていただければなと思います。ということで、ちょっとベラベラ最後喋りすぎた気がしますが、はい、ここにいて終わりにしたいなと思います。まあ、ぜひね、皆さん、あの後悔ないように、しっかりと勝負に行くならしっかりとね、引く気で勝負して、 はい。ま、まあ、我慢するのは我慢するで。<laughs> はい。いろいろあると思います。まあ、今日はね、ちょっと坂井宏樹選手、ショックが結構強い日に動画になりましたが、明日とかね、もう月間 MVP が出たんで、ちょっと今年からね、まあ、なんか月間 MVP 絡めたらまた動画とかも出していこうと思うので、よろしくお願いします。では、えー、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。